はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？本日は久々にバッティンググラブのご紹介でございます。今海の向こうアナハイムのロサンゼルスエンジェルスで大活躍の大谷翔平選手のレプリカモデルでございます。シグネチャーモデルって言った方がいいのかな。まあ選手本人の仕様と一部異なります。それはそうですよね。そのままってことはないと思いますけど、近いものが使用できるということでございますね。どうぞ。はい、じゃあスタートしていきたいと思います。商品展開は大人向けと子供向けということですね。はい、でサイズが大人は23、それから24、25っていうね、3サイズの展開。子供さんは JM と JL の2サイズの展開。価格は大人用がこちら7000円ですね。はい、で、子供さん用はこちら4000円で、ございますね。素材が少し違いますのでお値段ちょっと変わってくるということなんですけど、品番がですね、3121A245、色がね 109E ホワイトとレッドのコンビネーションということですね。素材は甲の部分が合成皮革とナイロンポリエステルでございます。で平部分がこれ天然皮革使ってますよ。シープスキンですね。シープだから羊ですね。はい、楽しみですね。それではですね、ちょっと中身の方を見ていきましょうか。いろんな機能が詰まってるわけですが、7000円という高額な価格帯ですから、ね、素晴らしい。あ、シグネチャーモデルということですからね。私手がちっちゃいので、一番ちっちゃい23のサイズを見ていきたいと思います。すごいね。金屏風になってますよ。はっはー、パッケージもね、豪華だな。ちゃんと型崩れ防止の、ボール紙にも入ってますね。はい、じゃあ早速はめてみ、あ、まずお見せしますか。これ見た目の特徴はね、すぐ分かるのはこの、逆巻きのベルトですね。まあ、この話も後でしますけれども、それからこの甲の部分はスパンデックスの上にメッシュでこう二重になってますね。こうある程度の伸びを抑制するような仕組みになってます。で指先部分はこれエナメルですね。まあ、甲のところ、剣のところとかね。うん、じゃあちょっとはめてみましょうか。逆巻きは私初めてだな。うん、おお、いい感じ。つま先がちょっとキュッとしますね。つま先じゃない、指先がね、キュッとシュッとした感じ。あ、大谷さん少しきつめが好きだって言ってました。そういえばね、動画でね、きつめでその手のひら感覚を大事にするみたいなことでしたけど、これ逆巻きはどうするんだ。やっぱこう引っ張るだね。私手首も細いのでちょっとなかなかこうか。うん、あー、なるほど、そういうことね。あ、フィット感いいです。ちょっとこうしとこうか。まず一つ目はさっき言ってたこの逆巻きなんですけど、大谷さんの動画によると通常のベロクロの方向よりも通常こっちにスリットが入っててこう止めるタイプなんですけどね、逆巻きになってます。でこっちにスリットが入ってます。これこう親指側をこう起こす、手首を立てる効果があるっていうことで大谷さんおっしゃってましたけど、こうこっちへこうこっちへこう引っ張りますからこう立ちやすいと、握った時にバットのヘッドが立ちやすい、まあ、これが一番の特徴じゃないかなと思いました。もう大谷さんはずっとこれ使ってらっしゃるんで慣れてるとおっしゃってましたけどね。うん、まずそれが1点目だと思います。それから2点目ですね。立体構造ということでここに書いてありますね。
はい、握った状態の手の形にフィットしやすい立体的なパターン設計縫製を採用。バットを握った際に手のひらにシワが寄りづらく、パワーをスムーズにバットに伝達ということで、うん、はめてわかるのはこういう感じじゃないんですね。はめるとこういう感じになります。あの 3D フィットってパンツも、まあ、4D とか流行ってますけど、そういったイメージでいいんじゃないですか。こういう感じになりますね、はめるとね、うん、自然に。それから次、3点目ですね。コンポジット構造、うん、今度平部分です。はい、グリップ時の手のひらの状態を分析し、手のひらに、複数の生地を縫い合わせた構造。バットに密着する部位にグリップ性の高い生地を使用ということで、ああそういうことか。このここ、こういうふうに、まあ、特にここの、平のとこですけれど、立体縫製コンポジット構造になってますよということで、この部分、指の部分と平部分をね、こう素材変えてます。はは、なるほどな。これですね、わかりますか。へえ。じゃあ4点目、パワーネット。グリップ時の手の甲の歪み分布に合わせてパワーネットを配置。素手と装着時の歪み分布が類似することで後部の優れたフィット感を実現と。この外側に見えるやつですね、このパワーネットね、ナイキさんのやつにもあるんだけど、こういう 2way の素材、こういうのでこうの部分ね、フィットさせる場合が多いんだけど、プラスその歪みをなくすためにこの大事な部分、指3本と甲の部分にはパワーネットを上から二重になってます、ここね、うん、へえ。だからこうさっきの立体構造と合わせてこういう感じになるんだね、うん。で最後に、最初にお話しした天然比較ということですね。シープ素材、これ私が子供の頃には手袋なかったんですけど、当初バッティングラブが出た時にはこの天然素材を使ったものが多かったです。特にこのシープですね、羊、柔らかい薄い素材なんですけど、今でもありますけれども、最近はめっきり合皮になっちゃったんですが、より自然な感じということで、まあ、大谷さん特に動画見てたら手のひらの感覚を大事にするということで、そのための内容かと思いますけれども、ちょっと電話かかってきちゃったな。はい、ということですね。より密着を、バットとの密着を高めたいということで、ここに天然素材を持ってきてます。だからこれあれですよね、完全なウォッシャブルではないですね。手洗いが必要になります。グラブと同じように、シープスキンもね、革ですから、天然比較ですから、お手入れがちょっと必要になってきますね。ですから取り扱いは通常のバッティンググラブよりも気を使うということになると思いますね。うん。なんかね、もう最後にちょっと総評ですけど、天然素材を使ってることもあって、ちょっと、近々経ってないけど、だんだん、こう、手の形に沿ってきてる気がする。かっこいいですね。はい、どうでしたか。ちょっとね、お値段お高めになりますけれども、それだけの価値があるバッティンググラブではないかなというふうに思います。お手入れもしっかりやってくださいね。これジュニアのやつはこれ全部合皮ですので、こちらはね、ウォッシャブルになります。はい、書いてある。大人はウォッシャブルじゃないです。それでは皆さん、さようなら。